はい、どうもみなさん、こんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、4月より三井住友カード V ポイントのポイント交換レートが変更にエントリーして Amazon ギフト&最大3万円が抽選でもらえるキャンペーンも開設ということで、今回は三井住友カードに関する情報ですね。この動画では V ポイントについてと、あとですね、今からすぐに参加できるキャンペーンについてもお伝えします。で、それとは別に動画の終わりの方には4月から新たに始まることなどもまとめてますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは行ってみましょう。ということでね、ここ最近ちょくちょく動画にさせていただいてる三井住友ナンバーレスのカードを僕が作ったカードなんですけども、まあ、このカードを使って貯まるポイントがこの V ポイントというものになります。まあ、これに限らずですね、三井住友カードを使ってたら基本的にはこの V ポイントが貯まっていきます。で、この V ポイントに、まあ、4月からちょっとした変更がありますよということで、こちらを見ていただきたいんですけども、それがこちらなんですけども、この情報自体はですね、まあ、少し前に発表されていまして、まあ、改めてね、紹介させていただきたいと思うんですけども、三井住友カード新サービス開始及び一部ポイント移行サービス交換レート変更サービス終了ということで、まあ、いくつかね、発表された情報があるので、一部ピックアップをしたいと思います。まずはここですね、新サービス、新キャッシュバックに関してということで、まあ、このサービス自体はすでにね、3月1日10時からスタートしてるんですけども、内容としてはここに書いてる通りです。新キャッシュバックは、クレジットカードのお支払い金額に、1ポイントイコール1円でキャッシュバック、充当できるサービスです。その月の支払い金額がなかった場合は、キャッシュバック繰越し残高として、翌月に繰り越され、有効期限は3ヶ月間ですということですね。なので、もう簡単に言うと、充当できるサービスですよと。で、新キャッシュバックのイメージとして、ご覧のような画像も出てますし、まあ、サービスの比較表として、まあ、これまでどういったサービスだったのかっていうのと、まあ、今からのサービスがどんなものなのかっていう比較する表も出てますんで、まだ見られてない方はこちらをご覧になってください。まあ、個人的に気をつけておいてほしいなというのは、この部分なんですけども、一部ポイント移行サービスの交換レート変更サービス終了、 VJA ギフトカードの交換ポイント数変更のお知らせということで、いわゆるこの溜まった V ポイントを他社のポイントに交換するレートがちょっと変わりますよということですね。で、変更日としましたら2021年の4月1日木曜日お申し込み分よりということですので、この動画をアップするのが3月31日なので、この動画をもし見られてたら23時59分までは現行レートなんですけども、それ以降4月1日からに関してはレートが変わりますよということですね。まあ、実際にどんな風なポイントがレートが変わるのかと言いますと、よく見かけるのはここら辺ですね。 G ポイントとか和音ポイント、ベルメゾンポイント、カテーネポイント、ヨドバシゴールドポイント、上新ポイント、ビッグポイント、まあ、これらのポイントに関しては、これまでは V ポイントの1ポイントを1ポイントとして交換することができるんですけども、まあ、これがね、4月1日以降は V ポイント1ポイントから 0.8 ポイントにレートが変わるということになるので、まあ、ちょっとお得感は結構少なくなりますよということになります。まあ、この G ポイントに関してはね、まあ、今日まで、まだこの動画見られてるのが今日までであれば、V ポイント 20% 増量キャンペーンがね、今日までなので、まあ、ポイントサイトのポイントとかを G ポイントに変えて、そこから V ポイントに交換したら 20% 増量されますよということで、よくこの G ポイント僕もかなり利用させていただいたんですけども、それが4月の1日からレートが変わるということになります。他にもこんなポイントも変わるみたいで、このペックスポイントっていうのと、リアルペイっていうんですかね、ピタパショップでポイントっていうポイントが、 V ポイント1ポイントに対してもともと10ポイントだったんですけども、こちら V ポイント1ポイントに対して8ポイントに変わるということになります。まあ、このペックスポイントっておそらく EC ナビとかのポイントサイトとかのポイントを交換したら、まあ、このポイントになると思うんですけども、もしね、普段からペックス使われている方はここは気をつけた方がいいかなと思います。他にもこのオンラインギフトカードのジャンルも変わるみたいですね。 Amazon ギフト、iTunes、App Store のカードであったりとか、 Google Play のギフトコード、自治体ポイントでもあるみたいですね。まあ、これらも1ポイント1円だったんですけども、1ポイントが 0.8 円に変わると、500ポイント使って400円になるのっていうのは結構でかいですよね。あと、マイルに関しても変わるみたいですね。 ANA のマイレージも、V ポイント1ポイントに対して 0.6 マイルだったんですけども、1ポイントに対して 0.5 マイルになると。なので、まあ、とりあえず V ポイントだけ、まあ、さっきのキャッシュバックとかを使われる方は特にね、関係ないと思うんですけども、この V ポイントとかを経由していろいろ交換されてた方は、とりあえずこの部分は気をつけておいておかないといけないかなと思います。
続きまして、キャンペーン情報ですね。こちらはですね、おそらく三井住友カードを持っている方であれば、誰でも参加できるキャンペーンとなっているかなと思います。VJA 主催、最大3万円と10人に1人 Amazon ギフト券が当たるということで、このキャンペーン自体大きく2つのパターンがあるみたいで、最大3万円が当たるか、Amazon ギフト券が当たるかっていう2パターンがありまして、まずキャンペーンなんですけども、4月の1日から9月の30日ということになってるんですが、まあ、ちょっとね、Amazon ギフト券が当たるキャンペーンは、なんか参加ができたので、とりあえず、まあ、やってみてもいいと思います。後ほどちょっと僕も実践してるんで、参考にしていただければと思うんですが、で、対象の方なんですけども、先ほどお伝えしたように、三井住友カードの個人、もしくはビジネスカード会員の方ということになってます。ですけども、銀礼っていうんですかね、コーポレートカード、一部の提携カード、デビットカード、プリペイドカードなどは対象となりませんということになりますんで、気をつけてください。で、先ほどお伝えした Amazon ギフト券が当たるキャンペーンなんですけども、これがエントリー特典条件というものなんですが、キャンペーンにエントリーするだけで10人に1人の確率で Amazon ギフト券500円分をプレゼント。エントリー完了画面にて Amazon ギフト券の抽選はこちらをクリックタップするとその場で抽選スタートということになります。なのでこれ後ほど僕実践してますので参考にしていただければと思います。でこれに含めてですね、こちらのキャンペーンも同時に開催されます。利用特典条件というんですけども、期間中毎月1日から末日のカードご利用回数が5回を一口として抽選がされるということになってます。でその5回でも一応税込み合計で5000円以上の方が対象となるみたいです。で当たる特典なんですけども、副賞として1000円プレゼント、これが毎月1000名かける6ヶ月間そしてで特賞がなんと3万円プレゼント、毎月100名かける6ヶ月間ということで、まあ、このキャンペーン自体はね、普段から、まあ、5000円以上使われてる方からすれば結構ね、条件としたらまあハードルは低いのかなと思うんで、とりあえずエントリーしてみる価値はあるのかなと思います。ちなみにですね、三井住友カードの ID 決済、まあ Google Pay とか Apple Pay も含まれますということになります。でこの3万円とか1000円が当たるプレゼントの当選に関しては、メールアドレスを登録したらそれに通知が来るみたいなので、まあ、とりあえずねそちらで確認をしてくださいということになってます。まあ、今回のね、おそらくナンバーレスのカードを作成された方も結構いらっしゃるのかなと思うんで、まあ、コンビニとかマクドナルドで5000円使うってなかなかないかなと思うんですけども、もしそういったものを利用される方はですね、まあ、参加してみる価値はかなりあるかなと思います。で早速ですね、僕が先ほどお伝えしたこのエントリー特典条件ということで、とりあえずエントリーして Amazon ギフト券500円分がもらえるプレゼントに参加してみたいと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。あ、ちなみにですね、このキャンペーン自体エントリー特典の注意事項として、抽選自体は1人1回のみとなってますので気をつけてください。ということで今回はね、自分のスマホでやってみたいと思うんですけども、このキャンペーンのページの中にアクセスをしていただきまして、まずはこの画面からログインを行っていただきたいと思いますので、ログインをタップします。で VPASS アプリの ID とパスワードを入力してログインをかけてください。でうまくログインができましたら、この画面からですね、下に下がっていただくと、先ほどお伝えしたキャンペーンにエントリーするという項目が出てきますので、ここをタップします。そしたらですね、ここを見ていただいたらわかるように、僕の場合今 Visa LINE Pay って出てるんですけども、実はですね、この動画をアップする前に一度ですね、三井住友ナンバーレスのカードで僕抽選をもう行ってるので、ちょっと結果がすでに分かってる状態なんですよ。まあですけども、ちょっと今回試しにですね、どんな流れになるのか再度やってみたいと思うんですけども、エントリーするカードを選択したら次へを進むをタップします。でこの画面からですね、下に下がっていただくと、このキャンペーンをどこで知りましたかって選ぶ項目があるので、そこにチェックを入れていただいて、まあ僕の場合まあ試しにここの VPASS アプリとして入れます。で画面を下がっていただくと、ここにですね、入力するメールアドレス必須となってますんで、ここに入力をしてください。でキャンペーンで当たったら嬉しい商品は何ですかと出てましたんで、まあとりあえずね、3万円プレゼントということをとりあえずコピペしてそのまま貼り付けしました。でそこまで入力して画面を下に下がっていただきまして、ここの確認するというところをタップします。そしたらですね、確認画面が出てきますので、入力に間違いがないかを確認して画面を下に下がっていただいて、あとはここの決定するというところをタップします。そしたらですね、これでお申し込み受付いたしました Amazon ギフト券の抽選は以下よりお手続きくださいということですので、少し小さいんですけども、ここに Amazon ギフト券の抽選はこちらと出てますので、ここをタップします。まあ下にも米印でも出てる通り、抽選は1人1回のみとなってます。で抽選の画面に切り替わりますんで、ここの抽選に参加するをタップしていただくと、
再度ですね、V パスでログインを求められるので、ID とパスワードを入力してログインをかけます。で、うまくログインができましたら、ここ見ていただいたらわかるように、操作中のカードが僕、三井住友マスター NL となってますんで、まあ、ここに、まあ、僕の場合、先ほどね、Visa LINE Pay クレジットカードを選択したので、切り替えます、ここで。まあ、もし1枚だけ持ってる方はね、その1枚だけのカードだけで大丈夫です。で、次を進もうタップしたら、抽選の結果がわかるんですけども、気になる結果は、じゃんということで、なんと当たりました。まさかね、ここで Amazon ギフト券が500円分が当たりました。10人に1人だったんですけども、ラッキーですね。で、ギフトコードをですね、確認することができますんで、ギフトを表示するというところをタップしていただくと、ご覧のように、三井住友カード株式会社さんからのギフトということでね、センキューって出てますね。で、ここにもしっかりとね、付与されたチケットが出てます、500円分。で、それとは別に、4月からですね、僕なりに変わったこと、変わることをですね、まとめさせていただきました。ちょっとね、ツイッターにもつぶやいたんですけども、改めてお伝えしたいと思うんですが、まず4月1日なんですけども、楽天のゴールドカードの SPU が4倍から2倍に変わりますよということで、まあ、これに関してはね、楽天ゴールドカードの動画もちょくちょくアップしてまして、僕の場合は、楽天のゴールドカードから楽天の通常のカードに切り替えましたので、まだ見られてない方はですね、こちらの動画を見ていただきたいと思います。で、他にも4月1日は楽天モバイルの新プランがスタートします。まあ、こちらもね、結構前に動画にしたんですけども、4月1日から自動でアップグレードされるということで、楽天のアンリミット5からアンリミット6に変わりまして、1ギガ未満であれば確か0円というね、すげえ凄まじいプランが出てきてるので、またね、これも4月1日どんな風になるのか分かり次第また動画にしようかなという風に思ってます。で、もう一つ4月1日はローソン銀行 ATM と三菱 UFJ 銀行の手数料の一部が変更になるということですね。まあざっとね、どんな風に変更になるのか出しておきます。気になる方はスクショとかしておいてください。で、4月5日なんですけども、ジャパンネット銀行からペイペイ銀行に変わりますよと、社名変更になりますよということになりますんで、まあ変わった段階でね、何か面白いキャンペーンとかやってくれれば個人的には嬉しいです。で、最後ね、もう一つ、4月の下旬以降なんですけども、PayPay加盟店で、LINE Pay を使ってスキャンをして、決済が可能になりますよ、ということになるみたいなので、まあ実際にね、どんな風に使えるかどうかね、サービスが始まってから僕もちょっと使ってみたいなという風に思っております。まあそんなこんなで今回は、4月から変わる V ポイントについての情報と、そしてですね、4月から始まること、変わることについて簡単ではありましたけども、お伝えをさせていただきました。まあ結構ね、ほんと3月はね、お得なキャンペーンとか、めちゃくちゃいろんな発表があったんですけども、現時点であんまり4月に関しての情報がかなり少ないので、明日4月1日始まってから何かしらの発表があるかどうかね、個人的にちょっと楽しみにしてるとこではあります。もしですね、まだこの動画でお伝えしきれなかったこと、4月はこういったことが始まりますよっていうことがあればですね、こちらもコメントいただくと嬉しいです。で、今回お伝えした V ポイントについての情報に関しては下の概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。こちらの動画覚えてますかね？セブン銀行 ATM と楽天エディのキャンペーンなんですけども、こちらですね、期間中にセブン銀行 ATM から楽天エディに累計5000円以上チャージしたら、1万名様に1000円分のエディをプレゼント。で、外れても1000万円分のエディ山分けということで、このキャンペーン自体がですね、本日3月の31日にですね、結果が、まあ、発表されたということで、僕も実際にですね、自分の楽天エディのアプリから iPhone からですね、確認をしてみまして、で、ここにちゃんとですね、エディを受け取るという項目に、黄色い文字で1件ありますと小さく出てるの分かりますでしょうか？そうなんですよ。ちゃんと付与されてるっぽいので、これをちょっとタップしてですね、結果を見たいと思います。気になる結果は、じゃん！こちら、シャリンジャンボ特典137円！